5キロ届きました。これがね、本当にうまいんすよ。皆さん、おはようございます。神奈川県ボディビル選手権、前日となりました。今日はですね、カーボアップの食事を撮りつつ、写真撮影、スタジオに行ってちょっと撮影したり、散髪ですね。まあ、あとはコンディションの、整える施術をしたり、といろいろちょっと今日は忙しい一日なんですけど、有意義な時間をね、過ごしていこうと思います。頑張ります。もち5個、メープルシロップ 20g、塩分 1g です。あげていきます。まず一つ目のポイント、HKT を使う。行動を定めるものの指示。ベイアンからの指示で、一食につき水は 80g 飲んでって言われてます。お茶持って帰った。あ、大丈夫。今日は全然水飲めないんで。あ、飲んじゃいけない。そっか。ごめん、はい、あるな。なんか濁っててあんま美味しくなさそうだな。メープルシロップは 20g。細かく計算します。OK、こうしました。水は一食 80g 飲めます。よし。はい、今ね、クール宅急便が届いたんですけど、こちらです。こちらね、何だと思います？サーモン5キロ届きました。これがね、本当にうまいんすよ。これがね、本当にうまい。このね、届いたサーモン、富士山サーモンって言うんですけど、これ案件でも何でもなくって僕がただ勝手に紹介しているだけなんですけど、この富士山サーモンが本当に美味しすぎて、減量中めちゃくちゃ助かってるんですよね。アマゾンで、これ一つ1キロなんですけど、1キロのサーモン買おうと思ったら結構するんですよ。だけど、富士山サーモンはそのアマゾンに売ってるサーモンと比べても全然安いんですよね。だからね、これ本当皆さん、ぜひ食べて、本当に。ここ1ヶ月で見つけたんですけど、本当にめちゃくちゃ助けられて、減量もはかどってるし、一食一食は楽しみなんですよね。お疲れ様でした。無事カーボアップ2日目、6食目をね、ほんとつい先ほど食べ終わったんですけど、ついに明日ですね。もう悔いはないです。もう本当に地獄のような減量をして、本当に辛くて、もう本当にやばい、もうどうかしちゃうような日々みたいな、そういうことを過ごしてきたわけではない、正直。だけど頑張ることが減量じゃないからね。今年僕痛感したのは、お腹が減ることが成功ではないし、お腹が減ってるからといってダイエット頑張ってますというわけじゃない。努力の方向性が正しければ別にお腹は減らないし、ダイエットは辛いものだっていう、そういうものもちょっと間違った認識なんじゃないかなって僕はすごく感じますね。実際僕が空腹感ゼロで、本当に2週間前までチートしてたしね。で、そんでもう空腹感ゼロで本当に食うのだるいなぐらい思ってたら、なんか13キロぐらい痩せて、なんか体もだんだんと仕上がってしまったって感じなんで、本当にね、ダイエットは辛いことじゃないんですよ。これを大会前日にちょっと皆さんに話しておこうかなと思います。ということで、明日頑張っていきますね。じゃあね、明日神奈川選手権頑張ってきます。頑張るぞ。じゃあね。